みんなの近くにあるはず。お菓子の材料よ。チョコレートと人参とゼリーと綿あめ、それに木の実。これでお菓子ができるの？私の花を信じて。いろんな食べ物を組み合わせるのが得意だもんね、くんくん。もうアイディアがいっぱい。みんなが喜ぶ特別なケーキを作るわ。ひらめいちゃった。ジェラトーニありがとう。あ、クッキーの忘れ物行っちゃった。後で僕が届けるよ。ねえダッフィー、絵をたくさん描きすぎたから好きなのを一つ選んでくれない？あれ、この絵は何？あ、それは下書き。僕はこれがいい。いつか大きな船に乗ってみんなと旅に出たいんだ。すごいよダッフィー。この手を見てみると願いは美しい。自由に夢を描いてきらめく色に染めよう。きらめく色に染めよう。パーティーの飾りを作るつもり。楽しそう。僕も貝殻で作ってみようかな。私たちは折り紙を使うの。折り紙か、難しそうだね。こうしたらすぐに覚えられるよ。
ークは？パーティーのために作ったんだけど、まだ完成してないんだ。でも思わずステップ踏んじゃった。本当に？それじゃあ、もっと弾いちゃおうかな。感じで練習してた。
も足を止めないなんてきっと急いでたんだね。あれ、その貝殻どうしたの？さっきダッフィーがくれたの。そういえばダッフィー貝殻で飾りを作るって言ってた。きっと海で拾ってきたんだ。バスケットを持ってなかった？貝殻だけだったと思う。なくしちゃったのかな。もう夕方だし、そろそろ戻ってくるんじゃないかな。夕方、つまり潮が満ちてくる頃。ということは、そうか、バスケットをきっと海に流されちゃったんだよ。どういうこと？ダッフィーは貝殻を拾おうと思って満潮になる前に海に行った。だから急いでたんだ。でもバスケットは？多分貝殻を拾うのに必死で気がついたらバスケットは波にさらわれた。違う？うわっ、ダッフィー！クッキーアン、ごめんね。リーナベルの言う通り、材料は海に流されちゃったんだ。リーナベルすごい！ダッフィーのことをそこまでわかってるんだ。ねえ、この貝殻じゃケーキの材料の代わりにならないよね。あ、いいこと思いついちゃった。なになに？私に任せて。みんな、この部屋にあるものでケーキの材料になりそうなものを集めてきて。了解！みんなが力を合わせたからできたケーキだね。